はい、こんにちは。リアルな夕食です。今回は、チャーハンを作ります。チャーハンの、具は、ほうれん草、スナップエンドウ、サニーレタス、絹さやです。こうやってやってますけど、冷蔵庫の中で、余ってる野菜たちを使えば、いいと思います。サラダ作ったり、煮物に入れたり、ちょこっとずつ残ってったものが、集まれば、結構なボリュームになるので、それを使っていきたいと思います。緑色の野菜は、生で食べられるので、そんなに気にせず、あれですよね、サラダ感覚で、ご飯が一緒になってっていうイメージですかね。チャーハンでレタス入りチャーハンとか、レタス包みチャーハンとかありますけど、あんなイメージで、食べていければと思います。ヘタを取ってから、水洗いというか、して、水を切って、切っていくって感じですけど、こんな感じですかね。そんなに、こだわらず、何でもいいし、量も何でもいいと思うので、あれしてってくださいね。とりあえず、水洗えば、しっかりというか、ほこりが、必ずと言っていいほどついているので、した方がいいですね。あとは、あれですね。ちょっと、あれですね。スナップエンドって言いますけど、昔なんかスナックエンドって言ってた覚えがあって、あれどっちなんだろうって思って、ネットで検索したら、いろいろあったんですけど、どっちでもいいみたいですよね。なんでそうなったのかわかんないですけど、呼び名というか通称というかは2種類あって、諸説ありってなってましたけど、あれなのかなと思って、間違ってなかったのかなと思って思いましたけど、スナックエンドって言ってる時にはなんでなんだろうって、スナックみたく食べられるからスナックなエンドってついたのかなと思いましたけどね。スナップだと何なんですかね。投げられるようになってるってことなんですかね。よくわかんないですけどね。これをいい感じというか、こんな感じでザクザク、とりあえず切っていけば、いいと思います。そんなにどう切ればいいとか、なんなら切らないまん、こう刃物は切った方がいいと思うんですけど、そうですね、こうザク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 。このままサラダで食べられるような感じで、ドレッシングかけて食べられるような感じに切っていけばいいと思いますね。ほうれん草も同じですけどね。根っこの部分取って、あとはお味噌汁に入れる時みたいな感じに切るというか、これ2センチぐらいに切ってますけど、こんな感じで切っていけばいいと思います。とりあえず緑だらけなんですけど、こんな感じに切ります。フライパンに油を引いて、冷やご飯ですね。これ冷蔵庫、いつもお釜で余ったやつを、冷蔵庫、冷凍はしないんですけど、冷蔵庫で冷やしてるやつを、使います。この塊のまま入れて、あとは フライ返しでこう、がっつりこう、切っていくというか、細かくするというか、はしてった方がいいですよね。熱が通れば細かくばらけるんですけど、それまで待ってるとちょっとべちゃべちゃになっちゃうので、こういう感じに、うちはやってますね。ここは丁寧に、確実に、細かく、してった方が、後々、いいので、これは冷やご飯を使う時の、なんていうんですかね、鉄則というか常識というか、こうやんなきゃダメなんだよって感じのことですかね。こうやって、で火はそんなに強くないですね。今もまだ、中火ぐらいでやってますけどね。ひたすらこう細かくなるように、やっていきます。
まあ本当にこう結構時間がかかるんですけど、まあ丁寧に丁寧にまあやっていけば、まあ、まあ仕上がりが良くなるので、確実にやってった方がいいですね。まあ飽きないでね、気長にゆっくり、必ず、ばらけるので、ばらけない米はないんですよね。やってれば大丈夫です。本当にやってればばらけていくので、でそうそう、本当にほらこんなに初めに比べると全然ばらけてるじゃないですか。やればこうってなりますんで、慌てず騒がずやってみてください。冷凍ご飯の時も完璧に食べられるぐらいまで解凍しなくても全然問題なくいけますね。でこんな感じに、ご飯がなったら、まあ、切った野菜をまあ入れます。まあ、これは今回緑色の野菜しかなかったんですけど、あと別に何でも余ってるやつを入れれば、こんな感じに、食べられると思うので、混ぜちゃってください。これはもう結局ご飯に火が通ってて、野菜はまあ生で食べられるので、まあざっくりこう、まあ野菜とご飯がまあざってくれば味付けして、完成です。まあこのままでも全然問題なくいけるんですけど、一応チャーハンということなので、まあもうちょっと混ぜてから、味をつけたいと思います。まあこれでご飯だけではなくて野菜たちでかさが増すんで、まあちょっとはそのお腹もいっぱいになるし、ダイエットの効果も期待できるんではなかろうかと、ちょっとは思ってます。まあ量を食べちゃえば関係ないんですけどね、何でもね。まあご飯一杯で、あれですね、一食 200g ぐらいで全然問題なく大丈夫みたいなんでね、カロリー的に言うと。あ、ここで胡椒を入れてまた混ぜます。そうなんですね、大体太ってる人って結構ご飯粒食べちゃうんですよね、量を食べちゃうので、それをまあお茶碗1膳、まあちっちゃいので大体 200g ぐらいにご飯をしとくと、まあ何もしなくても、痩せていくらしいですよね。栄養士さんが言ってましたね。本当かどうか今僕もやり始めてますけどね。でこれもほとんどできたんで、最後にこう醤油を入れて、風味をつけて、これで、まあ、あとラー油でちょっとピリ辛って感じにして、これでもうちょっとしたら、もうちょっと混ぜたら、出来上がりになりますね。まあ、やっぱり醤油の味がするとチャーハンって、香ばしくて、いい感じですよね。で全体が混ざったのでこんな感じで出来上がりですね。まあこれは全部僕が食べるわけじゃないんですけど、まあこれから今お皿に盛りますね。まあ大体ご飯一杯ぐらいの量にして、今日は食べていきたいと思いますね。結構まあチャーハンとかね、分量が分かんなくてついつい食べ過ぎちゃうんですけど、まあお茶碗に一回入れて測った方がいいかもしれないですね。まあこんな感じですね。それではいただきます。